どうも、皆さん、こんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。ロビンの実装から時間が経って、いろんな評価が出てきたところかなと思いますが、皆さんの評価はどんな感じでしょうか？強いという意見もあれば、思ったよりも火力が出ていないなど、いろいろとあるのかなと思います。そこで今回は、ロビンをいろんな編成で一通り試してみて、実際の使用感としてどんな感じなのかっていうのを話していきたいと思います。最適編成以外で使えないとなると結構辛いっていうのはありますからね。今回使用するロビンに関してはレベル80で、公演水はイベント限定の明日のための旅、異物はガンマン囚人戦士のセットにしています。今回足を速度にしているため、攻撃力は3869とちょっと控えめになっています。バフでだいたい1000漏れるぐらいかなというところですね。また、以前の動画でガチャの判断の質問もありましたので、最後の方でチェック式でガチャの判断をしていきたいと思います。参考程度となりますが、最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速解説をしていきましょう。まず、ロビンの使用感を話していきたいと思います。ロビンの使用感としては、結果から言うと汎用性が高いの一言です。これを実感するためにいろいろ試したんですが、今回は限定アタッカーをロビンと組ませて、裏庭のクリアチャレンジを課金の条件で行っていきました。なるべく調和を2人以上入れないようにして調整してプレイしてます。ただし、クリアができない場合は組み合わせをするっていうのもありとしています。また、ルアンとロビンの組み合わせはなしとし、どれくらいクリアに貢献できるか判断していきます。戦闘はオートで試していますが、手動だとプレイヤーに依存するため、なるべく公平に見るためとなります。また、今回のアタッカーに関しては陣と軽減を所持していないので省いています。それではそれぞれ見ていきましょう。まず、追加攻撃編成ですね。ロビン、アベンジュリン、霊杖、トパーズです。こちら、ウラニアに関してはクリアできてます。問題なく使用できる編成というところですね。で、ロビンは最大限活用するなら、この編成が一番扱いやすいというところがあります。ロビンの負荷ダメージもそれなりに活かせるだけでなく、全体の火力アップと相性がいいですからね。この編成は当たり前というところかなと思います。続いて、持続ダメパーティーです。ロビン、カフカ、ブラックスワン、ホホとなります。裏庭に関してはクリアができてます。攻撃力アップが持続ダメージのバフになるので、効果力を出すなら相性がいい編成となってますね。ただし、人生削るが弱いっていう一面がありますので、持続ダメージを多く出せるかが結構鍵になるかなと思います。あとは弱点を相手が持ってるかどうかっていうところですね。相手の動きを止めるっていうことを考えると、ちょっと物足りなさを感じるなっていうのがありました。続いて、カウンター型の編成です。ロビン、クラーラ、花火、アベンチュリンとなります。こちらも裏にはクリアとなります。花火、クラーナの組み合わせでそれなりに火力がアップするっていうのがありますが、ロビンでさらにその長所を伸ばせるっていうのがあります。カウンター型なので、敵のターンでも効率よくダメージを稼げるのが何より相性がいいところでした。意外と使ってて気持ちいい編成でしたね。続いて、ゼーレを使用した編成です。ロビン、ゼーレ、花火、アベンチュリンですね。こちらに関しては調和2人になってます。で、火力に関してなんですけど、大幅にアップするんですが、1体をしっかり落とすことができないと、それがちょっと辛いなっていうところがあります。逆に言えば、1体倒しやすくはなっているので、ロビンの恩恵を受けてるなっていうところですね。あとは SP 消費が激しいので、敵を倒すための順番などを考慮する必要があります。そのため、花火がいない場合、ゼーレがほとんど活躍できないみたいなところもありましたので、花火を入れて今回は調整してみたというところですね。これだと裏庭も結構簡単にクリアができました。続いて、陰月に関してです。ロビン、陰月、花火、不言っていうとこです。こちら、裏にはクリアはできています。ロビンと不言でバフをかけつつ SP 節約ができ、さらに花火で SP 問題が解決できて相性がいいところです。花火がいないと SP が足りなくなるので、花火は必須かなっていうとこですね。仕方なくちょっと入れたところはありますが、やっぱ足りなかったですね。花火がいないと難しいと思います。で、個人的には何気に扱いやすくてお気に入りな編成っていうところです。続いて、渓流の編成です。ロビン、渓流、花火、ホホで、こちらに関してなんですけど、裏庭に関しては未クリアとなります。ちょっと難しかったですね。で、火力としては申し分ないんですが、人生削りの部分でちょっと物足りなさを感じるっていうのがありました。花火の部分をブローニャにしたり試してみたんですが、クリアは全然できませんでしたね。育成ある程度済んでるかなっていうところであるんですが、どうしても人生削りの部分で不足が見えるっていう感じでした。
で、これちょっと気になってルアンに切り替えたんですが、その途端クリアができたので人生削りの影響がかなり出たように感じます。ロビン採用とルアン採用でラウンド数の差を見た時なんですが、3、4ラウンドぐらい変わってきてたので、かなりルアンの方が相性の方がいいのかなっていう風に感じてます。続いてアルジェンティの編成です。ロビン、アルジェンティ、テイウン、アベンチュリンとなります。ロビンとテイウンでアルジェンティをバフでモリモリにできるので、雑魚処理がとても気持ちいい編成となっています。 SP と EP 回復の効率も良く、意外と相性がいいってとこですね。ただこれに関してなんですけど、テイウンがいないと必殺技の回転率が下がるっていうのがありましたので、まあ、テイウン必須なことを考えるとちょっともったいないかなっていう感じでした。続いて読みの編成です。ロビン、ヨミ、フェラ、アベンチュリンとなります。こちらに関しても裏庭クリアですね。フェラとアベンチュリンでデバフを稼げるので、単純な火力アップ要因としてとてもありな編成だと思います。ロビンの必殺技で全員の行動順を上げれるので、タイミング次第では一気に必殺技を貯めれるのはかなり良かったかなと思います。ただフェラとアベンチュリンでバフを稼がないといけなくなりますので、ちょっとこのあたりがね、相性が合うかどうかというところですね。合計8種類ほどの編成を試しましたが、このような使用感となりました。まあ、いろんな編成で使えることは使えるっていうのは分かりましたよね。ただ快適さを求めるなら、やはり追加攻撃特化の編成がいいかなという感じです。ただし大体のアタッカーと組ませてクリアができているので、汎用性は非常に高いと言えると思います。それでは編成も一通り試しましたので、使用感をもとにロビンとの相性を紹介したいと思います。限定星5のアタッカーのみで話をしていきたいと思います。まずは S です。相性が抜群にいいキャラですね。こちらはレイシオトパーズとなります。追加攻撃のアタッカーとなるため、組み合わせとしてはかなり相性が良くなっていますね。ロビンと組み合わせるなら絶対セットというところで揃えたいくらいのキャラです。アタッカーではないんですが、この2人がいるならアベンチュリンも相性がいいので揃えたいというところですね。続いて A です。他の最適サポートがいないならありっていうとこですね。このキャラに関してはケイリュウ、ジン、カフカ、ブラックスワンとなります。編成的にはロビンでも大丈夫っていうところなんですが、人生削りによる母性の優位性などを考えると、ルヴァンがいないなら代用ありっていう程度になります。ベストではないんだけど悪くもないっていう感じですね。これはやっぱ改めて使うと感じる部分はありましたね。続いて B です。ロビンプラスアルファの条件付きならありっていうところですね。こちらのアタッカーとしてはクラーラ、インゲツ、ユミ、ゼーレ、アルジェンティ、ケーゲンっていうところです。クラーラとインゲツに関しては条件付きで S になるかなっていうところですね。花火と必ず組ませないといけないっていうのと、 SP の供給と速度がちょっと足りないので、単体で組ませるっていう時はちょっと避けたいなっていうところです。ただ花火がいれば全然問題ないっていう感じですね。次にゼーレですが、ロビンでは火力が上がるというメリットはあります。ですが SP 枯渇問題が発生するので、やはり花火が欲しくなるっていうのがありますね。アルジェンティは必殺技を回すためにテイウンが必須級となるため、ロビン単体と相性がいいかと言われるとちょっと違いますね。続いてヨミです。ヨミに関してはデバフキャラの方が優先したいので、ロビンとは噛み合わないなっていう感じでした。もちろん必殺技の即行動をうまく利用すればデバフをコントロールすることはできるんですが、それよりも最適な味方がいたりもするので、ロビンじゃなくてもいいなっていう感じでした。軽減も含めて6人に関してアタッカーとして全然悪くはないんですが、花火を入れたりとか他の調和を入れるってことを考えると条件がついてくるので難しいなっていうところがあります。まあ、調和2枚編成とかっていうところもあるんですけど、現在花火の復刻もいつになるかわからない状態なので、ロビンだけ単体引いて単体同士相性がいいかって言われると難しいので、まあ、条件付きならありっていうところにしています。クラーラとインゲツに関しては花火がいればロビンと組み合わせても全然強いなっていう風に感じるんですが、やっぱこれは条件がつきますので難しいところかなと思います。それでは装備関連について見ていきたいと思います。まずは光炎水についてです。光炎水一つ目は光あふれる夜ですね。持ち光炎水です。味方が攻撃するために自身の EP 回復効率がアップするので、必殺技の回転が上がるっていうのが一番いいですね。必殺技の回転でチームの安定を取ることができるので相性が良く、欲しい光炎水というところです。続いて明日のための旅ですね。こちらイベント限定のものです。今限定ですね。攻撃力がアップする光炎水となっているので、ロビンに装備するにはうってつけというところです。
続いてだが戦争終わらない星5の公園水ですね。 DP 回復効率が上がるためロビンの必殺技を回すには相性がいいと思います。戦闘スキルもそれなりに使うので次に行動するキャラの余ダメアップとも相性がいいところですね。4つ目に関しては EP 回復の恩恵を受けれる星4公園水のため装備したいっていうのがありますね。意外とこの回復が必殺技の回転率に影響するので非常に相性がいいものとなります。続いて異物関連です。異物に関してはガンマン、囚人が一番いいですね。攻撃力アップ 12% がつきますのでバフの恩恵を受けるにはこちらがいいかと思います。2つ目はチャンピオンになります。セット効果をうまく活用できれば攻撃力の底上げができるためバフの効果を伸ばせてそれは魅力的なところです。ただし狙って発動するのは難しいので候補としてはちょっと低めかなというところですね。続いてオーナメントです。オーナメントの1つ目はオイヌ選手がいいです。 HP アップにより不安のある耐久面を少しだけカバーできるっていうのがいいところです。さらに速度120と厳選内も低いので攻撃力アップの恩恵をさらに受けれるっていうのがいいですね。2つ目のオーナメントについては宇宙ステーションです。セット効果で攻撃力が最大 24% アップするものとなります。速度がちょっと欲しくなるっていうのはありますがバフの性能が上がるため相性はとてもいいものとなっています。続いてメインステータスについてです。メインステに関しては銅は攻撃、足は攻撃、弾は攻撃、弾は EP 回復となってます。足に関しては攻撃ではなく速度でもいいのかなと思います。このあたりはチームとのバランスを見てっていうところですね。ちなみに自分が使っているロビンに関しては攻撃力が足速度で4センチ近くあるので必殺技の回転率を上げるために速度靴にしています。行動回数が増えるので EP 効率が良くなっていいですね。理想のステータスとしては HP3200 以上、攻撃力は4000以上、防御力は800以上、速度は120以上となります。 EP 回復は 19% ぐらい欲しいですね。それではロビンのガチャについてチェック式で最終判断をしたいと思います。実際に自分が引く時の判断もこれを使ってましたので活用してもらえればいいのかなと思います。チェックする項目としてはこちら6つとなります。まずロビンが推しであること、パーズとのレーシオを所持している、ルアンを所持していないまたは引かない予定、限定調和を一体も所持していない、ホタル、ブートヒルを引かない予定、追加攻撃編成をメインで使いたいの6つとなります。こちらの項目を確認してもらい3つにチェックがつくなら引いてもいいのかなと思います。理由としてはロビンはいろんな編成で使用ができ汎用性があるので引くこと自体は問題ないと思うからです。まあ、実際今回ね編成をいろいろ試しましたがそこまで気になるかって言われるとやっぱバフ強力なのでなんか物足りないっていうことはなかったですね。まあ、人生削りの問題はありましたがバッファーとしては十分な性能と言えます。ただしチェックをするにあたって一つだけ注意があります。ルアンのところになりますがチェックがつかずに引く予定ならそれだけで見送ってもいいレベルかなと思います。ここにチェックがついてない方はよく聞いてもらいたいんですがルアンが来るまでのつなぎや引く予定がある場合はルアンの方が実は汎用性が高いです。まあ、軽流のところの戦闘を見てもらうといいんですけどロビンではクリアできないのに同じ裏庭の層でもルアンに変えた瞬間即クリアができました。これに関してはボスに対して人生削りの強さ抑え込みっていうのができますのでルアンの方が汎用性はさらに高いんですよね。バフの数値も似たようなものになってますからね。なのでロビンも引いてルアンも引こうと思ってると、まあ、石が足りないという問題も出てくると思いますのでロビンよりは優先度が下がるなというところになります。なのでルアンを引く予定だけどロビンも欲しいでもどうかなっていう方はちょっとロビンを引くのは避けておいた方がいいかなと個人的には思います。まあ、自分も余裕があったから全然引いてるだけなんですがサブアカの方でルアンとロビンどっちを引くかっていう状況が今なってるんですけどそれだともうルアン一択なんですよね。やっぱ石に限度があるのでルアンを待つっていう風に判断してます。まあ、それぐらいルアンの方が汎用性がレベルが高いというかそういったところがありますのでもしルアンを引く予定もある方は一旦ロビンは流してもらってもいいんじゃないかなと思います。まあ、それでも欲しいという方はぜひ引いてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった役に立ったという方がいましたらよければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。